さんこんにちは、こんばんは。今日は購入品と対抗していただいたものがあるので紹介していきます。と今日は坂道関係以外のものも結構あるので、まず坂道関係のものを紹介して、その後にその他の購入品を紹介していこうと思います。はい、まず日向坂関連なんですけど、オフィシャルショップで購入したものが届いたので紹介するんですけど、はい、こちらですね。声春のグッズなんですけど、ひなのちゃんのね、プロデュースしてるキャラクターのママローンちゃんのお人形を買いましたね。はい、これは一番最初に発売された時は売り切れてて買えなかったんですけど、なんか再販みたいなのしてて、はい、買いましたね。結構声春でいろんなグッズ出てると思うんですけど、でなんかキーホルダー、アクリルスタンドかな、出てたと思うんですけど、それとね、本当は買いたかったんですけど、売り切れてたので、とりあえずちょっと人形はね、なんか持ってきたいなと思って買っちゃいました。はい、これはね、まあライブとかに持ってったり、身振りとかで使えたらいいなって思ってきます。はい、このなんかステッカーみたいなのもついてましたね。人形自体は結構ちっちゃかったですね、思ったより。はい、で一応チェーンもついてます。はい、こんな感じですね。ちょっとね、不思議なキャラクターなんですけど、はい、可愛いですね。結構ね、握手とか、握手身振りとか、あとライブで持ってたらね、推しがね、一発で分かっていいのかなと思いますね。ちょうど私が買ったほんと数時間後に売り切れちゃってたので、はい、ギリギリ買えてよかったなって思ってます。では続いて代行品なんですけど、フォーシーズンズ乃木坂の展示会みたいなやってると思うんですけど、そこにお友達が行ってて、グッズを代行していただいたので紹介します。はい、まず、はい、ポストカードのランズになります。はい、個別なのでね、はい、こちらと、あと、はい、個別のクリアファイルのランズになります。はい、ちょっとこれはでかいのでちょっと貼ってみます。はい、でも最後になるんですけど、はい、こちらですね、アクリルキーホルダーのランズになります。はい、これも個別のもので、ここにちゃんとランゼって入ってていいですね。はい、ちょっとね、今回はランゼ関連のものしか買わなかったんですけど、こんな感じになります。では続いてから、ちょっと坂道全然関係なくて、キャンドゥと、あと体操と、あと結構ガチャガチャをしたので、それの紹介になります。はい、まずキャンドゥ1個だけなんですけど、はい、このオーロラローズですね。多分これシリアルに売ってるんですけど、結構バズってて、なかなかね、私探しててずっと見つけられなかったんですけど、キャンドゥで見つけて買いましたね。めっちゃね、オーロラで可愛いですね。はい、こちらと、続いてダイソーなんですけど、まず、はい、2022年のカレンダーを買いました。プリンセスですね。これは仕事用なんですけど、私社会人3年目なんですけど、毎年ね、このディズニープリンセスのカレンダーを買ってるので、今年もプリンセスにしましたね。推しはラプンツェルですね。1月と8月だけかな、少ないですね。結構プリンセスの種類増えてるですかね。私ね、8月生まれなので、推しが8月生まれにいるのめっちゃ嬉しいです。はい、これを買いました。で、続いてが靴下買いました。もう体操でね、靴下買いすぎなんですけど、めっちゃ可愛くないですか、このチューリップの刺繍があって、で色もね、なんて言うんだろうな、白だけどちょっと黄みがかってる感じで、このね、ワンポイント刺繍がめっちゃ可愛いと思って、はい、買っちゃいましたね。で最後が、はい、この名札ですね。これは今ちょっとメイグリの時に使おうかなと思ってるんですけど、ちょっとメイグリが明日で、今日ね、土曜日27かな、なんですけど、28年メイグリがあって、ちょっと作るの間に合うかちょっと微妙なんですけど、間に合ったら作って当日つけたいなって思って買いました。で続いてガチャガチャでの収穫なんですけど、3種類今回回して、まず1種類目が全部ねミッフィーなんですけど、はい、このね、エコパックかな、はい、全4種類でこんな感じであって、で当たったのが、はい、こちら、一番上のお花柄が当たりました。結構欲しかったのはこのね、シンプルなやつだったので、ちょっと狙いのものは当たらなかったんですけど、はい、当たりました。これが
これね、1回500円で結構高くて、なのでね、ちょっと1回しか回せなかったんですけど、結構ね、めっちゃコンパクトって感じで、はい、こんな感じで、ちょっと見づらいんですけど、柄になります。はい、で、続いてがこのリュックポーチですね。はい、これも1回だけ回しましたね。なんかね、リュックになってて、当たったのがね、はい、こちらですね。一番ね、狙ってたこの左のものになります。チェーンもね、ついてました。で、裏はこんな感じでリュックになってて、なんだ、もしね、ミフィちゃんのお人形持ってたら、リュックにできるよってやつで、こんな感じでミフィちゃんのお人形あるんですけど、あんまりサイズぴったりってわけじゃなかったんですけど、よいしょ、こんな感じで、飛ばせることができますね。こんな感じ。このね、ミフィちゃんのお人形もすごい人気のやつで、めっちゃすぐ売り切れちゃったやつなんですけど、はい、こんな感じですね。はい、ちょっと見えなかった。よいしょ。で、最後がすごいずっと探してたやつで、クリップになってるんですけど、これね、あ、こっちはね、1回300円でした。1回100円なんですけど、めっちゃ、ね、種類もあって全部可愛くて、はい、4回回しましたね。で、狙いが、私ミフィちゃんって結構たくさんね、動物が出てくるんですけど、ゾウさんがすごい大好きで、はい、ゾウさんがめっちゃ欲しくて回しました。はい、でもゆるくね、このね、ボリスちゃんとかお化けも欲しいなと思ってたんですけど、結果がですね、4回回してめっちゃダブりましたね。はい、2個ずつ。でも狙いのね、ゾウさんがこんな感じで2個も出てきてくれて、はい、めっちゃ嬉しかったんですけど、これね、クリップになってるので上が開くんですよね。はい、めっちゃ可愛くて、で、ね、このミフィちゃんも2個できました。はい、できればね、他のミフィちゃんも欲しかったんですけど、はい、こんな感じの結果になりました。これはね、お家で使ったり、会社で使ったりしようと思います。本当ね、この一発でね、ゾウさん出てきて、めっちゃ嬉しかったですね。めっちゃ可愛い。はい、こんな感じで、今日の収穫は短いんですけど、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。